動いてくれる方が実績出てない人は今のところ一人もいないんで、すごいよ。高橋で俺と生福君がずっと作りたくて作れなかったスクールだもん。はい、どうもです。ザムスクです。今回はスキル獲得版令和の虎オール達成者の高橋さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。唯一の完全無条件オールじゃない？完璧だった。一人目だったからさ、こんな感じでオール出るんだみたいな思ってたけど、意外と出ないね。意外と儲かんないね、俺ら。困っちゃうね。オールが出ないと儲かんないんだよ。だけど、部活にオールにしまくったらさ、スキル獲得版令和の虎が、プロモーションする意義がどんどん薄れてくもんね。こいつら何でも OK にするじゃねえかと。だから、高橋帝国、高橋さんが言ってる動画編集の塾は、本当にいいね。8本見てきた中で、レベチだね。ツッコミどころがなかったから、なんなら再生回数が、みたいな、心配をするぐらい、完璧やった。ツッコミどころなくて再生回数回んないけど、オールにならないのもあるじゃん。今回はオールになっちゃってるからね。改めて高橋帝国はどういうスクールでしたっけ？もともと低単価で悩んでいる人とかが高単価なクリエイターになるためのスキルを教えるスクールですね。低単価な動画編集者ですか？動画編集者が多いんですけど、全くの未経験の方でも大丈夫です。なんとなくパソコン触れるよぐらいの人がかなり高単価な案件が取れる動画のクリエイターになれると。どんくらい期間でなれるんでしたっけ？早い人だと1ヶ月とか2ヶ月ぐらい。マジですか？未経験から？未経験からですね。受講生とかいたら絶対欲しいな。嘘だもん、そんな無理だもんな。本当つまんねえな、その風に拾って今日はその受講生を連れてきていただいたと。しかも美人どころ連れてきて、何さんですか？マヨです。キャバクラみたいな聞き方しちゃったよキャバクラみたいに答えちゃいましたどういう状態で高橋帝国に入会されたんですか？高橋さんに初めて出会ったのが去年の12月。一番最初のモニターで高橋帝国に入りました。その時どういう状態だったんですか？もともと副業で編集してたので、低単価の動画編集者っていう感じでした、うん、高橋帝国に入会して、そこから何を勉強してどういう風になってたんですか？講座の内容にあることももちろんなんですけど、動画の撮影とかもするようになって、2ヶ月とかで単価がグッと上がって、全然違うお仕事をしてる感じで働けるようになりました。どんくらいの単価からどんくらいの単価になったんですか？もともと YouTube の長尺で5000円。長尺で5000円？長尺って言っても素材2時間のものを15分にするとか。それ5000円しんどいわ。ただフルテロップとかじゃなかったから、編集はそんな難しいものじゃなかったんですけど、5000円とか1万円以下でやってたんですけど、 YouTube でも3万円とか。 YouTube の案件で3万円ぐらい取れるなと。単価6倍。一番最初の2ヶ月で撮れた時はブライダル系のオープニングだったんですけど、それで20万ちょっとの案件が撮れたので、金額だけで言ったらグッと上がる感じで。何を習ったんですか、高橋帝国に入って？撮影と講座がいられから入るんですけど、いられだけでお客様がこういうの作ってほしいって言ったものを見た時に、この素材いられでこう作ってこうやって動かしたらできるじゃんっていうのが分解して見れるようになるから、動画を見る目が変わったというか、それが大きいですね。高橋帝国ではまずいられを勉強すると。いられからやります、まあ、その後はアフターエフェクトですか？いられ、フォトショー、 3DCG のブレンダー、ワードプレス、最後にアフターエフェクトなんです。ワードプレスはやるんですか？どういうこと、どういうこと？いられフォトショップは送ります。デザインするんですねとか、動かす元のパーツをいられとかで作るんだなとか、絵をフォトショップで作るんだなとか分かるんですよ。ブレンダーはどうしたんですか？ブレンダーは 3DCG って言って、リアルな質感の素材を作れたり、アニメを作れたりするソフトなんですけど、動画編集の中でタイトルの部分だけめちゃくちゃリッチにするときにも使えるし、それ1本で映像作品も作れる。まあそこまでは100歩譲って分かります僕は。ワードプレス動画の講座で全然意味わかんないですけど、ワードプレスは本当に自分のポートフォリオサイトを作れるっていうのもあるし、あと簡単なスタートアップってこれからなんかとりあえずホームページ欲しいみたいな企業さんで、ワードプレスで単価も抑えてこれぐらいの内容なら作れますよで済む人に作ってあげられるレベルのサイト。確かにね、クライアントって別に動画作って欲しいわけじゃなくて、集客したいとか採用したいだから、動画の案件取ったついでに誘導先の LP 作りますよとかページ作りますよっていうのをクロスするできたら儲かりますよね。最後にアフターエフェクトでリッチな動画が作るようになると。素晴らしいな。でそれでマヨさんは実際に普通のプレミアしか触れない動画編集者で、単価数千円の状態から高橋帝国さんのところで2、3ヶ月で20万の案件が取れたりとかするようになったと。プレミアはじゃあ別に教えてるわけじゃないんですか？プレミアは教えてないんですけど、プレミアもできない人がいるからちょっと入れてもいいかなと思って追加はする予定です。動画編集者って2択で、絶対ね、最初は俺も含めて低単価の動画編集者からスタートするんだよ。100人いたら100人が必ずその時代を経験するんだけど、そっからの抜け出し方って2パターンあって、ひたすら簡単なことをただミスなく素早くこなすスーパー工場として体制していく。そのスーパー工場をさらに束ねて組織になってマーケターになっていく、ジェネラリストになっていくっていう、これがまあ俺とか俺の周りだったりとか、ストックさんとか今の動画編集者のあるあるの体制パターン、ジェネラリストになっていく。
これは超簡単なんだよね。もうやるっていう低単価時代をひたすら耐えて、あいつは優秀だって言ってくれるクライアントの数増やして、紹介増やして、簡単な仕事をとにかくたくさん受ける、簡単な仕事をこなせる人材をとにかく採用するっていう超教科書通りの会社の作り方っていうのをフリーランス組織でやっていくっていうのがジェネラリスト動画編集者の道なんだけど、スペシャリスト動画編集者の道っていうのがずっとガラ空きだったの。生ハム君ともずっとそれ話してて、3年前からこっちの教育業やりたいねって話もしてたんだけど、再現性が難しかったのよ。俺とかジェネラリスト型だし、生ハム君もクリエイター側なんだけど、生ハム君は趣味でクリエイタースペシャリストだったから、センスちょっとあいつおかしいじゃん。クリエイタースペシャリストとしてはかなり優秀なんだけれども、それを一般化したりとか誰かに伝えるってことに関しては天才が故にできなかったから苦戦してたのよ。アフターエフェクトの講座とか出したけど、情報を与えることはできても、キャリアを形成させることはやっぱ難しかったんだけど、高橋さん東京モード学園の講師なんですよね。はい、そうですね。生ハム君とかが老害とかからさ、やんやん言われるじゃん、本物じゃないみたいな。それを全部高橋さんがバチコン言っちゃったみたいな。老害よりちゃんとしてるみたいな。制作実績も蒙古タンメンとか、他にもいくつか収録時に資料で見せてもらいましたけど、ガチクリエイター来ちゃったみたいな感じで、アンチとかって三流四流クリエイターだから、結局一流はこういう実績ちゃんと持ってるし、教育に対しても熱心なんだなみたいな。そういう人が本当に教育まで降りてきちゃったらこうなっちゃうんだっていうのをやっぱ目の当たりにしたよね。東京モード学園の講師までもともとずっとやってて、自分の講座の方が作った方がいいじゃんみたいな作っちゃったもんだから、やばいよね。生徒とかもたくさんちゃんと結果立てて再現性高く、真代さん以外の生徒の実績もすごかったですもんね。結構みんなちゃんと実績出てますね。どんな実績でしたっけ。例えばもともと4万円ぐらいの月収だった方が44万になったりとか、2万円とかで編集やってた方が120万の案件取ったりとか、すごいよ。高橋って俺と生福君がずっと作りたくて作れなかったスクールだもん。人によってやっぱタイプあんだよね。スペシャリストになった方がいいタイプの人と、ジェネラリストになった方がいいタイプの人がいて、ビジネス系インフルエンサーとかに憧れてる人はどちらかというとジェネラリストの方が本人のイメージしてるフリーランス像に近いと思うんだけど、動画始めてみたらクリエイターとして面白いなとか、そういう人もやっぱ絶対たくさんいて、そういう人に対して今まで何のソリューションも与えてこれなかったから、高橋よくっていうサービスがあるのは素晴らしいんじゃないか。特に女性とかね、バチバチビジネスマンになってきたいわけじゃなくて、パソコンでなんかクリエイティブなことしてるのが楽しいっていう場合はスペシャリスト路線の方が楽しいと思うし、しかもブライダル業界とかめちゃくちゃ相性いいっすよね、うん、最近ね俺も結婚式行くこと多いからね、結婚式ムービーとか見るけどやっぱいいよね。幸せなんですよ。高いんだよねあれ。どんぐらいですかあれ。式場で作るとやっぱ10万とかは平気でしてきちゃうんじゃないですかね。スライドショー重ね合わせましたみたいな、うん、で10万とかしますもんね。あれやばいよな。動画編集できる身からするとさ、お前こんなんで10万もらってんのかよみたいな。アイムービーに突っ込みましたけどさ、かなり美味しい案件だろうね。しかも何よりもいいのがさ、結婚式場を押さえたら案件無限に来るからね。地方とかだとそういう人ちょこちょこいたもん昔から。結婚式場とズブズブになっちゃってて、毎回毎回案件来るんだけど、素材入れ替えてるだけで毎回10万チャリン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 みたいな、そういう案件も多いからね。高橋帝国では営業とかに関しては教えてるんですか。もちろん案件取るときにミーティング初めての方とかには教えたりもしてるし、営業の仕方もこういうところに取っていこうねとか、こういう見せ方していこうねっていうのも教えてます。高橋帝国に入ったものも勉強したけど仕事取れませんでしたみたいなことは結構起きづらい。動いてくれる方が実績出てない人は今のところ一人もいないんで、ただちょっと高いっすよね。まあ65万ですよね。これはでも僕は一般的に高いと思うけど実際安いと思ってて、東京モード学園は何百万ですからね。3年間で400万とかかかるじゃないかな。ぶっちゃけ東京モード学園で教えてる内容より自分の方がいいって思ってるんですよ。まあ、全然いいとは思ってますけど。なんかそんなもんなんですよね。かといってやっぱ15万で教える内容かって言ったらちょっと違いますもんね。やっぱ動画編集キャンプとかは本当に初心者が軽く編集できるようになろうみたいな、数千な単価とかの案件取りになって、全くのゼロから動画編集者の土台に立とうよがうちは安いのであって、高橋さんのところはさらにその先までがっつり面倒見るから、高橋さんの時間も取られるし、多くの人数も教えれないですもんね。そうですね。しかも本人の本気度もやっぱ必要だし、買ったら上手くなれるんでしょみたいな感じの人が入っても全然意味なくて、転職してやるぞぐらいの強い気概とか勢いとかで毎日ちゃんと頑張るんだみたいな人が高橋さんと一緒に頑張ってくから、さらにちょっと高いし時間もかかるし、だけどその代わり手厚いよってことですもんね。ぜひ皆さん概要欄の方から高橋帝国さんの公式 LINE 登録していただいて、高橋さんと面談組んでいただければ幸いです。公式 LINE 登録するだけでいろいろもらえるですもんね。プレゼントはめちゃくちゃいっぱいあって、こちらです、ドドン。はい、めちゃくちゃ多いっす。これだけでコンサート売れんじゃないですか。若干俺ドキッとしたしね、こんな読みて動画資金といるみたいな。それは言い過ぎだけど、登録するだけでめちゃくちゃ勉強になると思うんで登録してみてください。実際ね、マヤさんみたいにね、本当に結果出てる人がこの場にいることもやっぱすごいっすよね。生徒を稼がせただけじゃなくて、生徒と良好な人間関係も築けてるのもいいと思いますし、ツイッターとか見てても仲いいっすよね、高橋帝国って。めちゃくちゃ仲いいですね。バチバチビジネスマンになってくっていうより、大人の趣味で稼ぎながら友達もできるし楽しいみたいな、そういう印象がありますね、高橋帝国さんは。
稼ぎたいから副業やってますっていうのとは毛色が違うかもしれないですね、うん、ある種本当に人生幸せになるものだと思うんで、稼げて友達もできてコミュニティができるというか、自分の勤めてる会社以外にもコミュニティができて土日楽しみだなとか、そういう風な日々に変わっていくと思うんで、これだけ多くの特典があるんで、まずは受け取ってそれを見て高橋さんと面談組んでいただいて高橋帝国入会してみてはいかがでしょうか。完全未経験でもある程度面倒見れるらしいんで、全員がね一旦は受け取っていただけたらなと思います。そんなわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。